Good morning. 素敵な朝です。希望を持って、また勇気を持って、期待して、聖霊があなたに与える喜びの中、一歩踏み出して、今日の一日を満喫しましょう。あなたに送るバイブルからの言葉は、詩編の13編、5節の言葉です。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。人生には難題、問題がやってきます。どうしてこんなことが自分の身の上に起こるんだろう。なんでこんなことになってしまったんだろう。ある時は自分を卑下し、ある時は人のせいにする。そういう中にあって、この問題の雲が自分を覆い、その雲が、いつ私の元から去り、暖かい太陽の日差しが自分に差し伸べられるんだろうと、葛藤没頭する時があります。いつまで神様こんなに私を苦しめるんですか？こんなに大変なのは私のせいですか？何か言ってくださいよ。とつぶやき、祈るものの、何の答えも返ってきません。神は沈黙しているように思える時があります。でもその沈黙の中にも神は生きて働いています。その中に恵みと憐れみを持って私たちを見守ってくださっています。私たちは自分の問題、悩みにとらわれすぎて、その悩みや問題を解決へと導く。また悩みや問題があっても、台風の目のように神の平安と安らぎ、喜びを心に体験しながら、その問題を乗り越えて生きる生き方、まさに死からよみがえったジーザスの復活の命の力が今も私たちに注がれています。この詩編の歌人は、苦しみの中、私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私はあなたに歌を歌います。私の心をあなたは豊かに導いてくださったがゆえに、そのような思いを詩編の中で吐露しています。ぜひ今日、あなたの一日も、あなたに深い喜びと平安を与える、その存在がそばに、問題のただ中にあっても、そばにいることを忘れずに、そのことに気づくとき、あっという間にカオスの闇は吹き払われます。そういう一日を体験する、そういう日となりますように。Have a good day.